皆さんこんにちは。今回は日本からはるばるやってきてくれた私の家族と北スウェーデンを満喫した5日間をぎゅっと1本の動画にまとめてみました。皆さんも旅行気分で見ていただけると嬉しいです。それではぜひ最後までご覧ください。まずは私もヨハンも初体験のあるスペシャルなところへ2人を連れて行きたいと思います。たまたま2人が来てくれたのが今年一番と言ってもいいぐらいお天気に恵まれた週で、この日も太陽が出ていて気温は25度以上あったんですが、湿度がとても低いのでとにかくカラッとしていて汗ばむこともなく過ごしやすい北欧の夏という感じの日でした。晴天の中ドライブをしていると、ここである目印が見えてきましたよ。毎日一度11時からツアーをしているということで、1週間くらい前に予約を入れ、当日集合場所にやってきました。どうですか？暑いな。楽しみ？楽しみ。暑いな。北欧でよく見ることができて、野生に暮らしている動物といったら、皆さん何か予想つきますか？ヒントは大きくて優しそうな動物です。やば、めっちゃ大きい。もう皆さん分かりましたか？正解は世界最大の鹿、ヘラジカです。So feel free to take fruits and if you happen to have a selfie, please hold up. They're very kind. How tall are they? They can be, a big man can be up to 210. Okay, 210. Yeah, this guy is quite small.すごいね。こんな風にヘラジカを間近で見たり、餌をあげたり、お触りできるのが本当に楽しかったです。そして気持ちいいな。気持ちいい。 Feels so good. Cooling down. They like to have a shower when it's days like this. Yeah, it's very warm today. Yeah.6歳のオス、セッベ君は小柄なヘラジカということでしたが、ヨハンとセッベ君、どちらが背が高いと思いますか？家族の中でも意見が分かれたので、ぜひコメント欄で投票してくださると嬉しいです。このふれあいパークにはここにいる4頭以外にももう1頭、2歳のメスのヘラジカがいるみたいなんですが、その子は出産間近ということで、この日から森へ入って出産の準備をしているんだよと教えてくれました。それにしてもドアップ、めちゃくちゃ可愛くないですか？まつげ長い、うん、すごい鼻のところがボヨンってなってて、うん、そして今回はリンゴだけだったんですが、こちらのヘラジカちゃんたちはバナナの方がもっと好きみたいで、バナナがあるときは嬉しすぎて面白い顔をしながら丸ごと1本食べてくれるんだよと教えてもらいました。この日はたまたまツアー参加者が3組で小さいグループということだったんですが、私とヨハン以外は母や姉のように北スウェーデンに観光できたよという方ばかりだったので、それも印象的でした。そして次はこの建物の中に入りますよ。私たちがやってきたのはここ北スウェーデンでよく見られるグリルコータと呼ばれる北欧の伝統的な小屋。キャビンの真ん中には必ずグリルがついていて、寒い冬でもこの中で調理をしたり暖を取ることができます。そしてオーナーの方が始めてくれたのがスライドショー。先ほどヨハンと背の高さ比べをした
6歳のオスセッペ君と出会ったきっかけやヘラジカの強くたくましい生態、そして6年前にこのふれあいファームを作ったきっかけなど、いろいろお話を聞く中で私たちがびっくりしたものがこちらです。こう最初アムスベスには丸くしてたけど、こんな尖るだよ ね、 ね。そうなんです。ヘラジカなどの鹿類は毎年角が生え変わるので、さっきの角はセッペ君の去年の角。そしてちょうどこの夏の時期は角の成長期ということで、調子がいい時は1日 2.5 センチも成長するみたいです。まだねここら辺じゃない、それくるここら辺でどん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 フリーになる、重い、そしてこれも驚いたんですが、今生えている角が落ちる頃にはこの角よりもまた一回り大きくなっているそうです。そしてこちらにはヘラジカ以外にも北欧らしいある動物がいました。じゃあ早速中へ入っていきますね。こんなに近くで見たのは初めてだったので私もドキドキだったんですが、皆さんこちらの動物は何かお分かりですか？正解はここ北スウェーデンではとても一般的な動物、トナカイです。サングル。私たちがお邪魔したのが6月後半、ちょうどトナカイの毛の生え変わり時期でモフモフな毛が抜け落ちている最中だったんですが、ここにはサーミと呼ばれる先住民族でトナカイの遊牧民の方々が幸福の象徴と呼ぶとても珍しい白トナカイもいたりしたので、夏から冬の毛に生え変わって雪が一面に積もり銀世界に変わった時にまた会いに行きたいなと思いました。これは多分モスだよね、苔？森とかでよくスウェーデンで見る、フィヨルドにいっぱいあるやつが好きらしいです。ヘラジカもトナカイもスウェーデンの森に暮らしている身近な動物なんですが、実際にこんな風に近くで触れ合ってみると、みんな社交的で性格も穏やかで心が癒されました。そしてこの子はまだ生後2週間で生まれたばかり、とっても小さくてふわふわだったんですが、頑張って大人トナカイの後をついていったり、一生懸命ご飯を食べていたり、必死に生きている姿に心打たれてしまいました。1時間ほどヘラジカやトナカイと触れ合い、ツアーの最後に案内してもらったのがこちらの売店。お土産も買いながらここでツアー代金4550円を支払います。スウェーデンではこの他にもヘラジカに会える場所や車で行くサファリなどがあるみたいなので、チャンスがあったら皆さんもぜひ体験していただきたいです。どうでしたか？すごいね、なんか大きかった、びっくりしたね。足が長かったね。足長かったね。赤ちゃん可愛かった、うん、2週間ウィークどっちが可愛い？こっちが可愛い、ね、なんか祭りしてるよね。お母さんは2週間が可愛かヘラジカにもトナカイにも会えるなんてすごく贅沢で貴重な体験だったなと思います。今回は母は10日、姉は90日間スウェーデンに滞在する予定なんですが、10日間のうち北スウェーデンには最初の5日、月祭の前に寝台列車でヨハンの実家がある南スウェーデンまで行って、残り半分は家族と過ごすというスケジュール感なので、ここでは北スウェーデンでできるいろいろなことをすることにしました。ということで、まずはルレオの中心地までやってきて、
ローカルなお土産屋さんにお菓子屋さん、スーパーなどに寄っていきたいと思います。スウェーデンではお土産文化がないので、旅行に行っても自分以外の誰かにお土産を買うということがほとんどありません。皆さんがお勤めの会社や通っている学校、ご家族や友達の間でも、誰かが旅行に行ったらお土産を買ってシェアするっていう文化はありますか？私も10月に日本に帰ろうと思っているので、皆さんがスウェーデンのお土産でもらったら嬉しいというものがあればコメントで教えてくださると嬉しいです。ここ6回しいてね、うん、6回、うん、定番のお菓子にチョコレート、美味しい紅茶に紙ナプキンなど、スーパーでもたくさんお土産が買えて私も楽しかったです。タコス美味しそう。乾杯。乾杯。うまい。どれ？お疲れ様。飲む？うん、泡だけ美味しかった。なんかビールの味がした。今回国民食のタコスやバーベキューグリル、グリーンピーススープなど、スウェーデンでよく食べられるものを振る舞ったんですが、全部美味しいと言って食べてくれたので嬉しかったです。うちの周りは田舎町で、周りに何もないんですが、ブライアンやジェマとたくさん散歩をしたり、野生のハリネズミやノウサギと遭遇したり、自然の中でのんびり過ごしてもらえたのも良かったかなと思います。そして今回日本からすきばさみを持ってきてもらったので、母に髪を切ってもらうことになりました。よくコメントで、髪が長くて綺麗ですねと言っていただいたり、なぜ髪を伸ばしているんですかと聞いていただくことが多いんですが、性格がズボラであまりこだわりがないので、2018年以来美容室に行っていないんです。せっかくここまで伸ばしたので、人生初めてのヘアドネーションもしたいなと思っていて、今回はそのヘアドネーションのために、毛先の方をバッサリ切って髪の毛の長さを揃えようかなと思っています。ということで、ジョキジョキ髪の毛を切ってもらっています。閉まった？一応ちょっと待って、はい、わでまだね、ロン毛のままは変わらんやろ。うん、ロン毛、ロン毛はロン毛、ロン毛けど、でもだいぶなんかめっちゃ短くなった。すごい短くなった。でもよかった。ちょっと自分で触ってん。お終わりました。いい感じ。もうどこに、3、30センチぐらい、40センチぐらいまであるよ、ここら辺まで。さっきまで1メートルだったから、まあ、70センチぐらいになったかな。そうね。すっきりしました。イエーイ。やばいじゃん。すごっ。ヘアドネーションは31センチ以上なので、これから秋まで順調に伸ばしていきたいなと思います。綺麗に伸ばすコツやお手入れ方法などがあれば、ぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。北スウェーデン最後の夜は、2人にサプライズであるクルージングにご招待。2017年にここルレオに引っ越してきた時から、地元の人みんなにおすすめしてもらっていて、夏の間だけ開催されるクルージングとは、今からエビを食べます。エビボートに乗るね。うん。It looks like it's gonna be a lot of people here. スウェーデンでは6週間ほどまとめて夏休みを取ることができるんですが、だいたい6月後半から8月いっぱいくらいでみんな一斉にバケーションという感じになるので、夏のアクティビティは結構前から予約をしていないと予約がすぐ埋まっちゃうということが多いんです。今回のエビボートもすでに満員で入れなかったところを、この日は特別にもう一席出してくれるということで、ギリギリで予約をゲットできました。まずは船内を歩いて予約していた席まで向かいます。ボートの出港は
午後7時過ぎだったんですが、まだまだ太陽が高いところにあったのですごく眩しかったです。お料理はもう少し後に来るということだったので一旦外に出て風を浴びに来たら、穏やかな海でとてもいい気持ちになりました。目の前のボートが本来私たちが予約をしたかったエビボート、そしてその後ろにはヨットが停泊していました。わー、橋の上を、うそ、橋の下を通ります。わー、初めて。ボートで橋の下を通るのは初めてだったんですが、ここ北スウェーデンの海は冬になると一面凍るので、冬の間はアイスロードとして開通されます。車が通れるアイスロードとはまた別のところなんですが、徒歩やスキー、スノースクーターなどを使って凍った海の上を歩くことができるので、大人から子供まで大人気のアクティビティとなっています。出港してしばらくしたら私たちのテーブルにこちらが届きました。奥の方からパンにつける用のバター、マスタードマヨネーズ、ベステルボッテンチーズソース、アイオリソースに卵サラダソース、なぜかソースがたこ焼きの船皿に入っていたのが少しツボだったんですが、この4種類のソースをつけながら食べるエビというのがこちらです。おいしそう、ソース付きです。日本は島国でたくさんの島があるイメージだったんですが、スウェーデンは日本の島の15倍以上の22万島を保持していて、その数は世界で一番らしいんです。ちなみに今目の前に映っているこちらのボートは、冬に海が凍っていても氷を砕きながら進む砕氷船。機会があればいつかこれにも乗ってみたいなと思います。すごいかっこいい。スウェーデンの人って外でのアクティビティが大好きなんですが、個人でヨットやボート、クルーザーを持っている人の割合はスウェーデンの全世帯の中で 14%。 うちの近所もボートを持っている家がほとんどなので、本当にアウトドアでのアクティビティが大好きな人が多いんだなという印象です。お食事のシーンを撮り忘れちゃったんですが、スウェーデンでは外でお酒を飲もうとすると結構高くて、あともちろん飲み放題とかもないので、今回はビール1杯1500円から2000円くらいでした。エビは結構小ぶりですごく甘くて美味しくて、3時間の食べ放題の中で100匹ぐらい食べちゃったかなと思います。そしてそのお値段は7500円でした。楽しかった、美味しかっためっちゃ食べたね。美味しかったね夜10時でもこんなに明るいのが不思議なんですが、これから家に帰ってブライアンとジェマの散歩に行きたいと思います。楽しかった、楽しかった。たくさん、次回は家族みんなで愛犬と一緒に寝台列車に乗ります。ぜひお楽しみに。